ひまわり、どうやったらママみたいに勝者になれるの？について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。まずアニカゲよ。次にカニカゲね。マジでこのニツデカすぎる。アニカゲ様は何度も聞いたけども、カニカゲ様は初めて聞いた名前な気がする。これを A とするわ。ザラストを見なさい。私の場合ナルトくんが愛に飢えてたからうまくいったのが大きいわね。実際アニメでの影響で勝利者になるとかなかなか見ないからな。とりあえずあれよ、好きな人はじっと見つめ続けなさい。過去改変もできるようになりなさい。難しいよママ。好きな人のそばにいて心が折れた瞬間にぶつのよ。でも大丈夫よ、ひまわりはほぼ確実に河内くんと結ばれるわ。略眼デイ中の相手の手荷物を調べておくのよ。出るか、アニカゲ様考案の。自転車もいいわよ。もし明日地球が滅ぶとしたら誰と一緒にいたいかを聞かれたら好きな人を書けば勝てるわ。 CV を妥協してはダメよ。そこはひまわりもかなり強いな。ひまわり、一途であり続ければ夢は叶うのよ。恋のライバルが実質いなかったのもあるわね。ナルトくんがさっさく過激派でよかったわ。最初から桜、サスケで日向、ナルトだから普通に収まるとこ収まったんだよな。え、でもパパは桜さんが本当に好きだって。パパはむしろサスケくんに異常な執着を見せていたわ。今は兄折挟み放題の時期だから今のうちに川暇ポイントをがっつり稼いでおくのよ。ひまわり、神影はもはやナルトに対するショック療法とかそういう類だと思う。原作で下地は作ってあるのにひどい言われようだな。ママ、アニオリトン、アニオリトンは全てを解決するわ。ナルトくんの初恋が誰だろうがファーストキスが誰だろうが構わないわ。最後にこの私を選べばそれでいいのよ。パパのファーストキスは誰なの？過去は後から生えてくるから心配いらないわよ。ひまわりは今のうちに仕込んでおかないとダメだろう。河内くんに実践するのかしら。桜はずっと思ってたサスケと結ばれたし別に敗北者という感はない。ナルトも本当に好きだったかっていうとあれ本当に恋愛感情か？ってなるし敗北者らしい敗北者いないよね。アニカゲ様のおかげで青年編で新ヒロイン作るより日向にしたらしいし。ひまわりは原作でもアニメでも河内とイベント多いから安心だな。カニカゲ様がなかったらマジで結ばれてなかった二人。敗北者のカリンだけど本人が幸せそうだからあんまりかわいそう感がない。むしろくっついてたら不幸になってただろうあいつは。そもそもひまわりは現時点で河内くんとイノジンくん相手にアリオリトンを繰り返しているじゃない。言うて原作でも日向の方が恋人になりそうなイベントあったろ。就任試験本戦前のやりとりなんて顕著だしライバルが他の男しか目がなければ勝てるのよ。個人的には桜ちゃんを諦めて日向を取ったナルトよりあんなに桜さん好き好き言ってたリーが名も知らない一般人と結婚して子供いる方が違和感あった。点々じゃないの？それはいざなぎされたから。ちょっと待って、リーは点々とくっついたと思ってたんだが現実だったのか？まず取り合ってもいないのに勝ち負けにするんじゃありません。二部開始時点でおおよその結末はふんわり想定してたのが本当ならカリンはマジで踏み台というかチームヘビ、高での好意って意外の要素ないものな。いやナルトは普通に桜のこと恋愛的に好きだったと思うよ。過去改変は強い。ナルトに相手がいなかったってのが割と強い要素だと思う。まともに話せないレベルで打ち気だったし。サスケに重い過去も目的もなく里抜けなんてしなかったら三角関係から恋のさや当てもあり得た。つまり、キャラスケ。神影様の現実が人中力のナルトに聞いてた理由って監督か騎士影からなんか説明されてるのかな。クラマも空気読んでた説。心から体へ。サスケくんはイケメンでモテる設定だから特に異中の相手がいない女なら惚れてる素振りを見せないと逆に面白い女枠でヒロイン化しちゃうし。あいつ一族最高を目的にしてたくせにイタチ倒す方を最大優先してたから色恋が二の次すぎる。サスケスキーにはそこがいいんだろうけど。ラストの桜ちゃんが言ってたナルトは人への好きとラーメンの好きの区別がついてないとかいう闇深い上に環境的に納得できちゃう発言は割と衝撃だった。境遇的に愛することがめちゃくちゃ下手か強く理解してないんだと思う。ペイン戦後の下り見るに愛されることに関してもだけど。多重影分身を数時間で体得して得意技が影分身になったのは孤独のなせる技とか最終戦で言い出すの困る。一番はナルト自身が愛するより愛されることを望んでたタイプだったことだと思う。生い立ち的に愛されたことないからな。だが、抱っこも高い高いもされたことはあるのだ。実の父親よりも先に知らないおじさんにな。桜目線のナルトが一貫してバカな弟分だったから出た解釈であって実際のところ子供の頃のナルトの状況がそこまで極端に幼かったわけではないと思う。ママの恋愛テクニック全部メタいよ。サスケは受けた愛を返そうとしちゃうタイプだから真っ当に一途で深い愛情向けたらそのまま受け入れちゃうよね。アニカゲなかったら桜とくっついてたの？
サスケ奪還編の導入見ると桜はないと思う。もともと桜とはくっつける気はなかったと聞いた。さあ何やっても桜の人気が出ないとか岸影が嘆いてたけど、それと主人公の結婚相手は関係ないしな。それに主人公が誰かと恋人関係にならないとダメってわけでもないし。もじもじしながら中忍試験一時の筆記で隣の席になったのは運命力を感じる。ピキキしてた様子ないから日向も自力で回答したのかな。一途に愛情向けてたのは確かだけど、だいぶわかりにくいから、髪いなかったらくっついてなかったのはマジだと思う。やはり無限つくよみ日向か。一部の桜ちゃんは役立たずすぎるのと、無駄にモテるし、サスケ好きすぎてナルトがかわいそうになるし、そりゃ嫌われるよってポジションだったからね。イノセンくらいしか戦闘での活躍ないからな。一家で髪食う時とかお月見の時にあれのこと思い出すのかな。倒れたサスケを守るために髪を犠牲にしたのだ、犠牲の犠牲にな、とか。それでボコられた桜を見て静かに怒るサスケとか、サスサクは重めの描写はあるよね。正直サスケくんが里抜けしたのママとくっついて落ち着く前のパパが怖かったんじゃないかと思ってるわ。正直髪よりペインの方に感謝してるのよ。あっこれ絶対死ぬからその前に伝えておこうって思えたから。あれプラス最終決戦で数年何もないあたりはナルトが悪いよなってなる。神影様が記憶つなげるまであの野郎大好きだからをライクだと思ってやがった。水木奈々の娘が早見沙織とか生態とか勝力の勝利すぎる。あの初期案がそのままなら委員長は断層過激信者になるからな。でも神影いなかったらいなかったで周りの同期がおせっかいしてなる日なくっつきそうな気もするんだよな。初期案でもあるけど、逆に一般人と結婚したって話もない中ブラリンだったと思うが、落ちこぼれの本家の娘をほかげに嫁がせる最強ムーブ、やはりこの葉にてヒューガが最強。見てるかネジ自転車自転車自転車。丸こそがこの世の断り、宝丸は富であり絶対、貧丸は人にあらず。それなら綱出様が圧倒的最強の勝利者になるな。なる綱が良かったのにな。でも最近のアニメの日向はその丸すらなくなってるけど。神影で草ひまわりは順当にいけば乾きか。嘘つけ絶対ホモだぞナルサスフ。今の状態は家庭で最終的にはボルトとサラダをくっつけて二人の親になる計画だぞ。ナルヒナ成立に不可欠なもの、アニカゲ様のご利用し、神影様の現実&洗脳、恐怖の赤いマフラー、恋心をなかったものとしたサクラちゃんの言いくるめ後押しは術。ネジ兄さんのキューピッド氏も忘れてはいけなかった。サスケは普通に自分に興味ない女には興味持たないと思う。サクラがあそこまで思ってくれたから同じだけの愛を向けてる。アニメのアフレコ2回目あたりで最後はサスケとサクラが一緒になりますって岸影が7班声優に話してくれたと声優対談で話してたから、そもそもナルトの恋心は叶わない前提だった。途中ナルトとサクラで悩んだ時期はサスケ死亡ルートも視野に入れてと言われて、ちょっと考えたけど死亡回避ルートに決めたからそっちも最初の通りでって流れかと。そう考えると日向は桜に勝ったっていうより存在しないナルトの嫁キャラに勝ったって感じだな。ナルトの子供自体は前から考えてたみたいだし、日向とくっつけると決めた二部開始時点までは嫁はぼかすか新キャラかのどっちかだったんかね。ネジほど無駄なしはないでしょ。せめて死んだ時は同じ班の点々や外先生も泣いてよ。すぐに割り切って次に行こうとしてて悲しかった。まあ、忍びだから情に流されないように訓練してるかもしれないし、戦場だから必死に我慢して普段通りを装っていたかもしれないし、外先生は新入りに戦争では人は死ぬのは覚悟してこいって言ってるくらいだから。原作だけならネジの最後の言葉がナルトに響いて日向と一緒になった流れも納得できたけどね。ラストでネジの死の影響ほぼなく神影の現実しか聞いてないのがなんとも悲しい。日向って戦力としては数にも入らないレベル？ヒューガはこの葉にて最強。上を見たらそうだろうけど、常任から暁界メンバーくらいが相手なら十分戦力にはなると思う。声がね、いいよね。子供日向と大人日向で二度美味しい。この娘可愛いな、主人公の嫁らしいし出番も多いのかな？で読み出したら出番あまりなくて悲しかった。漫画はとても面白かったです。デート中こっそり将来の旦那の財布の中身を投資してデートのご飯先決めてあげてるのが好き。ジャンプでサブヒロインが勝つのは意外みたいに言われてたけど、ぶっちゃけそうでもないだろう。おかげで多忙じゃなかったら子供が5、6人いてもおかしくない。これから作るよ。未だにラブラブなのがすごくいい。ナルトが初めて誰にも渡したくないと思った女性だものな。ナルトのことをいち早く認めてた女だ。面構えが違う。ナルトは映画でめっちゃモテるようになってたな。ボルトひまわり美味しいお菓子を買ってきたぞ。うちはせんべい。というか桜は最初から最後までサスケサスケサスケだったな。そのくせ終盤で急にナルトのことも好きだったよ的なあれになるのほんまクソ。ナルトと桜はもし結婚しても絶対離婚するだろうなってのはわかる。
あれは単にサスケ諦めさせるために言っただけだろ。神影様のおかげだな。桜はサスケに重傷を負わされてもサスケサスケだったのちょっと引いた。カリンだってぶっ刺されてもサスケサスケだったろ。愛の前では大したことないんだ。あんだけサスケくんサスケくん言ってたのにナルトになびいたら桜が嫌な女すぎるからな。桜も本命のサスケと結ばれたのでそもそも負けヒロインがいない。強いて言うなら腐女子だけは不幸になった。何もかもがハッピーエンドじゃん。皆さんは、どうやったらママみたいに勝者になれるのを？についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。